はい、お名前を教えてください。ケミストリークエスト株式会社の取締役社長の米山優斗です。カードゲームを作ったきっかけを教えてください。小学校3年生の時にクラスの友達が神経衰弱のようなカードゲームを作っていて、で、まあ、それで、まあ、みんなとよく遊んでいて、で、まあ、自分もこんな感じで、友達と遊べるようなカードゲームが作りたいと思って、その小学校3年生の時に、まあ、作るカードゲームを何か作ろうと思って、まあ、その時に戦うようなそのカードゲームがあまり好きではなかったので、まあ、戦わないカードゲームを作ろうと思った時に、まあ、相手を仲間に入れて、でそれで何かポイントになるような、まあ、何かを作ってそれがポイントになるようなゲームを、作ろうと思った時に、まあ、ちょうどその頃小学校3年生の頃は、科学が好きだったので、まあ、その科学のカードゲームにしようと思って、まあ、その時に、まあ、そういうルールなら、その1枚1枚のカードが原子 で作るものが分子であればそのゲームとして面白いし成り立つんじゃないかなと思って、まあ、やってみたら真似したという感じです。これから何をやってみたいですか？このケミストリークエストの、アプリ版のスマートフォンのアプリを作りたいなと思っていて、まあ、iPhone だけではなく、まあ、他のが欲しいなと思っていて、まあ、あとはその中級編とか、上級編といった、まあ、今のやってるのは初級編までなので、まだ長寿限定だし、その続編もやってみたいですし、まあ、同じようなコンセプトというか、まあ、そういうふうに同じような科学の、あのカードゲームを、まあ、作っていけたらいいなと思っています。